春山スペシャルが完成しました。変形袖吊り込み腰と呼ばれるこの技は、まず右手一本で相手の袖を吊り上げ体を腰に乗せます。そして体を一時止め、受け身ができない方向を見定めて投げる。成功率8割という必殺技です。今年4月5日、オリンピック出場をかけた一次選考会が開かれました。丸山選手は丸山スペシャルを武器にこの大会を順調に勝ち進み、二次選考会も経て悲願のオリンピック出場を手中に収めました。まあ、僕から見たら、遅咲きの選手でですね、最後にその大きな晴れ舞台をつかんだ選手じゃないかなと。これ以上の苦しいことは経験したことはないというほど彼も経験しましたので、大きな舞台ではですね、その分を全て、オリンピックで、発揮して、打ち勝って、プレッシャーにも打ち勝って頑張ってくれるんじゃないかなと、そんな感じに思っています。柔道を始めて20年、遅咲きの丸山は今自らの柔道人生の進化を問われる舞台に立とうとしています。やっと日本代表になれたっていう切符をやっと掴んだん でオリンピックももう最初で最後だと思ってますんで、もう精一杯自分の力を出し切って、もう自分ではもう必ず金取れないと納得いかないと思ってますんで、必ず金狙いでいきます。日本柔道の人気者、やわらちゃんこと田村亮子選手のデビューは90年の福岡国際女子柔道大会でした。小さな体で次々と外国人選手を投げ飛ばす姿が観衆の目を引きつけました。田村選手は福岡工業大学附属高校の2年生です。朝7時、彼女の1日は1時間に及ぶ早朝トレーニングから始まります。身長146センチ、体重48キロの小柄な彼女は他の部員より一回り大きいタイヤを引いて持久力をつけます。オリンピック代表に決まって以来、彼女の周りにはたくさんの報道陣が詰めかけるようになりました。明るい笑顔にやわらちゃん人気は高まるばかりです。リノールさん、リノレンさん、アラキドーさん、この3つは体の中で合成されません。中でも日常食品に多く含まれる脂肪は、空砲は脂肪酸を多く含み、常温で液状である。田村は小さな体のハンディを練習で跳ね返してきました。練習時間は1日およそ6時間、他のどの選手よりも長く中身の濃い練習を続けます。得意の背負い投げに必要な腕力をつけるゴム引き、1日200回。腕立て伏せは1日400回。オリンピック出場が決まってそれぞれ100回ずつ増えました。
田村選手は小さい頃から負けん気の強い女の子でした。柔道を始めたのは小学校2年生の時です。4ヶ月後のデビュー戦ではいきなり男の子5人に投げ勝ち、そのうち2人を救急車で病院へ送ったという武勇伝も残っています。これは田村選手小学校5年生の時の稽古です。何年生ですか？5年生です。柔道はいつから始めたの？小学校2年生の時に始めました。やってて楽しいのはどの辺ですか？男の子を投げるところが楽しいですそうだな。田村の柔道の真髄はスピードです。立ち合いと同時に素早く動き、技を仕掛けていきます。思い切って自分から技をかけていって、別にやっぱり負けたくはないですけど、やっぱりまあこういろんな選手と対戦して胸を借りるつもりで、まあ自分から積極的に技をかけていって、でなるべく一つでも上に上がれるように、まあ一生懸命やりたいと思います。練習の山場はオリンピックでの試合を想定した実践的な特訓です。まず最初は大柄な選手に寝技に引きずり込まれるのを防ぐ練習です。相手をするのはかつての世界チャンピオン園田兄弟の弟イサム七段です。もうすぐ腰が曲がってる時は相手は弱い、はい、ね、はい、椅子に投げとかあるのに途中かもしれないけど、回ってくる時はダーンと跳ねて相手が腰曲げると、ね、はい、勝利は次は立ち合いの瞬間を捕まえて素早く技を仕掛ける練習です。相手は園田兄弟の兄義雄七段です。いやいやあるさああるさいやおいしょおいしょいや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 しい乱取りはおよそ40分間休む暇なく続けられました。16歳の娘ですけどもね、むごいとは思うけども、私が妥協したら彼女が終わってしまうというような形になるんですからね、自分自身に妥協しないで次から次へとやっぱいろんなメニューを与えて、やっぱ厳しく、そしてまたその中にもやっぱ輪を持って接しているんですけどね、あくまでも今度のそのオリンピックっていうのは普段やってる彼女のその姿を全部その試合で 100% バッ出し切ってくれればもうそれだけで私はいいと思ってます。
かしこれはもう本当練習の風景見てるだけで私たちはもう感動してしまうんですがね、本当によく動けますね山口さんね。そうですね、本当に私は何が辛いってやっぱり練習ですよね。ですからこれだけやったんですから、やったものをやっぱり全て出してほしいですね、それだけです。それだけでもう、はい、田村さんの場合は十分ですか。もう十分です。そうですか。もうメダルとか何だとか、もうそんなことは考えずにやったものを出せばいいんです。彼女若いですよね。そうです。まだ可能性はもうあの明るさがですね、私はある限りまだまだ伸びると思いますね。楽しみですね、はい、柔道楽しくやってます本当に。さて順序逆になりましたけれども、はい、丸山選手ですか、はい、これまであんまり私たち注目することはなかったんですが、よく代表の座を射止めましたね。頑張りましたね。本当ですね、よく頑張ったですね、彼の執念がこの代表の座を掴んだんじゃないですか。そうですか。掴ませたんじゃないですかね。そうするとその執念うまく花開かせてくれるでしょうか。はい、まあいろいろあの今までもですね、あの体重別で勝って代表になれなかったり、いろいろ彼は苦労してきてですね、その全てを私は出せばですね、彼は一番高いところに必ず登れると思いますね。そうですか。さてここまで95キロ超級の小川直也選手の話を一言もしていませんが、実は今回のバルセロナオリンピックから柔道はこの95キロ超級から始まることになりましたね。山下さん、はい、過去上村さん山下さんそして斉藤さん、はい、守り切ってきたこの95キロ超級ですがね、はい、この存在は大きいんでしょ。日本にとって重いでしょ。重いです。それが初日に来た、はい、これは日本柔道にとってどういう意味がありますか。今まで最後だったんですけども、これ最初に来ましたから、日本としては日本のエース小川で最初に勝って、これリズムに乗りたい、そしてリズムに乗って7日間の試合を終えたいと、まあ、私は日本にとって非常に理想的なですね、まあ、試合順番じゃないかと思ってますけども。じゃあ相当プレッシャーはかかりますよね、先方として。まあ、それをまともに受ければかかるでしょうね、しかし要は彼は自分の柔道に徹すればいいわけですから、はい、前に出て自分から掴んで5分間攻め抜く、この柔道に徹していけばですね、余計なことを考えなければ彼に絡む誰もいないですからね、優勝はできると思いますね。そうですか。これは山口さん、女子にとっても大きな存在なんでしょう。もちろんです。やはり小川選手が勝つか負けるかでは選手団の雰囲気が違います。勝てば明るくなります。明るさはですね、女子にとっては何よりの武器なんですね。やっぱりキャッキャッキャッキャやりたいものですか。そうなんですね。そうするともう倍以上の力を出しますから、やはり小川選手には何としても頑張ってもらいたいです。そうすると、やはりまた話は戻りますが、どうしても勝たなきゃいけないとプレッシャーかかりそうですねいや、要はやっぱり自分の力を出し切る、自分の柔道するっていうことに徹していけばいいんですよね。まあそれはもうここまで培ってきた練習での成果、はい、これを信じるしかないでしょうね。はい、最近の若い選手たちはプレッシャーを楽しむという気風さえ生まれていますので、多分やってくれるんじゃないかと思います。お二方のお話のように、ソウルオリンピックでの失敗をなんとか回復したい日本の柔道、本当に期待できそうです。現地時間27日月曜日から始まりますが、大変に楽しみな日本柔道です。どうもお二方ありがとうございました。ありがとうございました。